チャオなっちゃんです。今日からねちょっと始めていこうかなと思ってんだけども、ハッピーのお話、今日あったハッピーなお話っていうのをしていこうかなと思ってんだけども、今日あったハッピーのお話って言って小さいハッピーでいいねんけども、何か今日ハッピーなことがあったっていうことを動画でみんなにこうお話をする。でみんなもコメント欄に今日あったハッピーのことを書いてほしいねんね。これ何かっていうと、ハッピーの持ち寄り、ハッピーなことっていうのはちょっとしたことでいいの。今日朝飲んだお茶に茶葉が立ってた、茶柱が立った、今日通勤通学するときに道端に綺麗なお花が咲いてた、今日ちょっとね出かけた人と挨拶した、何でもいいの。すごい今日はハッピーやったなって思うことを持ち寄ろうかな。あっちゃんも大きなハッピーじゃない、小さいハッピーでいいから、何か今日のハッピーなお話をしようかなと思ってね。でそのハッピーなお話をして、みんなもハッピーなお話をしてくれて、みんなでハッピーをこう共有していく。で何かっていうと、ちょっとねいろいろねこういう説があんねんけども、小さいハッピー、大きなハッピーを見ようとして小さなハッピーが見れてへん人がおって、だから小さいハッピーが見れへんことによって自分が今幸せじゃないんじゃないのかなってネガティブになっちゃう場合があるって。でも小さいハッピーが見れるってことは、小さいハッピーを見る、小さいハッピーを見るの繰り返して、だんだんハッピーが大きくなっていく。1ヶ月後、2ヶ月後、1年後には大きなハッピーをみんなで手に入れて、みんなが笑顔になるっていうね、その動画をあっちゃんはやっていこうかなと思って。あっちゃんはやっぱりね、みんなが笑顔になってほしい。で笑顔になることによってみんなが幸せになる。で、幸せになると人を傷つけることもしないし、嫌なこともしない。でやっぱり幸せな人のところにネガティブな人は寄ってこれなくなるんよね。どうしても何やってもネガティブで人を傷つけたりする人っていうのはもうやっぱり近寄りがたくなってくる。そういう環境を作ってやっぱりみんなが幸せになって、ほんまはね日本全国みんなが幸せな、小さい幸せを持ち寄ってみんなで幸せになっていけるっていうのはいいことなんじゃないのかなってあっちゃんも思うのよ。だからそんな感じでね、小さいハッピーを繰り返して大きいハッピーにしていこうっていう動画がコンセプトやね。簡単に言うとね、そんな感じでね、今日第1回目なんだけども、今日何がハッピーだったのかっていうとね、今日お昼ご飯をね外で食べたのよ。でそこのところでね、おうどんを食べた、おうどんを食べてね、で同じ価格で 3玉、1玉2玉3玉まで同じ価格で食べられるのよ。でそこのところで同じ値段で3玉のうどんを食べられて、お腹いっぱいになって。それだけじゃなく、アプリをね登録すると、アプリ登録したら生卵が1個サービスしてくれて、嬉しくない？すごいハッピーやなと思って、卵1個ついてくるっていうだけですごいハッピーでね、だからアプリを登録したのよ。そうすると卵かわかめかわらび餅のそのうちのどれかをサービスしてくれるって、小さいけどもね、卵1個サービスしてくれる、すごいハッピーやったなって。やっぱりそこでお昼ご飯食べて卵が入ることによって、うどんもね卵の味でマイルドになって、ほっこりした気持ちになってハッピーやなって。あっちゃんはこういう小さいハッピーっていうのをね大事にしていきたいなと思って。やっぱりね、小さいハッピーが見える、やっぱりもうなんていうのかな、ほんまにそれで、で小さいハッピーでこの気持ちがほっこりした。それだけじゃなくね、今日ちょっと他のところにも行ってきたのよ。で他のところちょっと用事があって、それがメインじゃないんだけど、他の用事があったから外でご飯食べてんけども、そのちょっと用事があって、用事を、しに行ってきて、そこのところでね、受付さんとも話してたりね、受付さんっていうかあちゃん担当してくれた人とね、お話ししてたんね。でその中でいろんな、やっぱりその、なんていうかな、ほっこりしたサービスがあったりね。でほんま小さいことやねんけども、ドリンクが、なんていうのかな、ベンダーっていうの、ドリンクバーみたいなやつ、ボタンを押したらコーヒーが出てくるやつ、緑茶、ほうじ茶、コーヒーで、リンゴジュース、水っていうのね、ボタンを押したら出てくるね。でそれをね、機械置いてあるんだけども、
まあそこ受付してね、ちょっと待ってる間にね、ドリンクバーフリーなんで、お好きに飲んでくださいねって言ってくれた。その一言、ドリンクがねフリーで飲める、もうそれだけでもほっこり幸せな気分になったね。本物もこんな感じでね、うん、でね、やっぱりそこであっちゃんはありがとうっていう気持ちになるし、すごい幸せやったんで、で、まあ、そんな感じでね、やっぱあっちゃんのこうちょっとした幸せっていうのがいいなって思った。あとまあね、なんていうのかな、スーパーでお買い物して帰ってきたのよ。スーパーでお買い物してきたら、カゴを台の上にドンって乗せる。で、ピピピピってこうレジをして、終わった後、あっちゃんってカートをしていくね、重たいから。いつもカートをして買い物するんだけど、だからカートに終わったやつを自分でドンって乗せて、お会計して帰りやんか。でもそうじゃなく、カートを、カートこっちへって言って、カートの上にレジの人が乗せてくれた。あれ絶対腰に負担かかると思うね。で、レジ台のところの向こう側におってね、こうレジやってて、台挟んで向こう側にあるカートによいしょって乗せてくれて、重たいで、でもそれをね乗せてくれた。すごいね、ほっこりしてね、幸せな気分になった。本当ね、そういうのがね本当に幸せやなってあちゃん思うのよ。ちょっとしたハッピー、こういうのをねやっぱり気づくっていうことがすごい大事ちゃうかなと思うね。だからみんなもね、今日あったハッピーをねここに持ち寄ってくれたら嬉しい。1個でも2個でも3個でもいい。で、今日ハッピーなかったなっていう人はよくよく考えて、なんか考えて、絶対ハッピーがあったと思うね、うん、だからね、ね、これルイボスティーやねんけどもね、ルイボスティー、あー、これを飲むことによってね、あっちゃんもすごい心がほっこりする。これもハッピーやね。もうこれなんで十分やねんね。どんなハッピーでもいい。なんかハッピーを持ち寄ってほしいなと思って、うん、こうやってねハッピーなことがあって、ちょっとやっぱりニコってした、うん、それが大事ちゃうかなと思うんだよね。これちょっとプレ告知して、昨日のねライブで、これを告知してね、明日からするよって言ってたんけどもね、これ21時にアップしようかなと思ってんだよね。これからね、毎日ね21時枠っていうのがちょっと空いてるんよね。やっぱりね、今までの枠に入れてしまう、今と空いた枠にようかな、まあ夜ね一日終わってハッピーやったことをみんなで持ち寄るっていいんちゃうかなと思って、だから寝る前にここで1日1ハッピー書いてくれたら嬉しいなと思って、だから3月12日、今日はね3月12日のハッピー動画っていうのね、うん、だからそういうのを、あっちゃんやっていこうかなと思ってね。あっちゃんは3月11日に起こったハッピーやねんけどね。でもまあタイトル的にはそのあげた日のハッピー動画っていう感じで出していこうかなと思うんだけども、だからね、ハッピーなことを持ち寄ってみんなでね、本当に今日良かったハッピーを考えて、ハッピーをみんなにこう広める、すごいいいことやと思うね。ハッピーの連鎖が起こるから、みんながね幸せになれる、笑顔になれるんちゃうかなって。どうしても今日はハッピーなことなかったん、辛いことしかなかったんって言っても、このハッピーの動画見て、みんなのハッピー見てニコッとしてほしいね、うん、だからそういうのがいいことちゃうかなと思う。そしたら自分が、あ、何も気づかへんだけどハッピーなことあったやんって思ってもらえたらね、そうやってみんなで幸せになっていきたい。だからみんなで幸せになりたいなと思う、あっちゃうんだけどね、みんなで幸せになれたら最高やんか。なんかそんなハッピーな世界作っていきたいと思います。ということで、今日のあっちゃんのハッピー、みんなのハッピー良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。でも今度コメントはね、自分のハッピーを書いてください。だから、応援コメントじゃなく、みんなのハッピーお待ちしてます。ではまたね、バイバイ。明日もハッピーなことみんなに、動画にしていきたいと思います。毎日やっていくね。